ロシアがこれから狙うと言われている国ランキング第4位、ジョージア。まずジョージアはソ連の崩壊とともに独立した国なんですけど、驚くべきことに国の中の2つの地域が実質的にすでに独立しロシア化しております。じゃあなんでかっていうと、なんとアメリカの関与が原因と言われておりまして、現在のジョージア政府ってロシアではなくイギリスやフランスなどのヨーロッパと手を組もうとしてるんですよ。しかしね、ジョージアは電力などのエネルギーをロシアに依存してるため完全にロシアから距離を置くことができず、なんとロシアと国境を接しているアブハジアと南オセチアという地域が独立運動をしており、これをロシアが支援したため実質的に独立しちゃっています。だから今でも NATO に加盟できず、ロシアが今後狙うと言われております。第3位、ベラルーシ。こちらも1990年代に独立した国なんですけど、なんと大統領が独立した当時から30年以上変わっておりません。でね、この人がウクライナと全然違う国を作ったと言われているルカシェンコ大統領なんですけど、なんとメディア統制や秘密警察も作った超独裁者なんです。だからこそ恐ろしいことに実質支持率 3% なのに選挙では不正しまくり毎回圧勝します。でもね、これルカシェンコ大統領も大変みたいでして、ロシアに占領されないようにプーチンからの無謀な要望は避けて、なおかつ欧米にも嫌われないようにいろんな場面でうまく対応しないといけないため、まあ頑張ってるみたいですよ。そして第2位、日本。これね、恐ろしいことにロシアのとあるプーチンの側近議員が北海道の権利をロシアが有していると述べ、なんとアイヌ民族をロシア人と認め、日本からアイヌ民族の土地を取り戻すため最善を尽くすと言っておりますね。アメリカがいるからすぐには攻めてこないと言われてたんですけど、もうね、絶好のチャンスが訪れるかもしれないんですよ。それが中国を台湾が攻めた時でして、アメリカは台湾に戦力を割くためにロシアが北海道に攻めやすくなる絶好の機会だから。そして第1位、モルドバ。こちらもロシアの隣にある国なんですけど、たびたび内紛が起きております。その理由が沿ドニエストル地域というところが超ロシア派であり、全然ジョージア政府の言うことを聞かないからみたいなんですけど、なんとロシアが援軍を送り支援した結果、モルドバ政府が負けたため実質独立状態となっております。でね、モルドバにとって沿ドニエストル地域っていうのは非常に大事な場所でして、電力の大半や資源がここにあり、そう簡単に独立されると困ってしまうわけです。しかしロシアが攻めてきた場合、金もないので占領される可能性が高いと言われております。さあ、一体どうなるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。